俺が売れるかどうかってのはまた別の話だけど。どうもナイツ花輪会長の自由時間です。はい。なんか今日 M1 グランプリに関する、はい、そうです企画ということですけど。はい。M1 一回戦落ちツイートおはそうじゃないかです。まあM1 っていうのは1回戦なかなか通るのが厳しいと言われてますそうですか、はい、これ何なんですかこの M1 1回戦落ちてしまって、うん、悔しくてつぶやいたツイートかそうじゃないかを、まあ、ツイートを見て当てていただくものになります。いやーちょっと俺全部チェックしてねえからなですよね。で全くわからないな。今年の漫才協会で1回戦落ちがですね一応12組いまして、うん、まあまあそこで1回戦落ちツイート悔しくてツイートをですね、まあ、何個か、うん、件数調べさせていただいたので、はい、全員1回戦落ちてる人っていうことでしょ。そうだと思います。あ、OKOK、はい、まず第1問こちらです、うん、漫才56弟子じゃん堀江。はい、こちら2023年9月1日に文句言わせんもの作ってやるさあどうでしょうか。これ1回戦落ちで悔しくてつぶやいたツイートなのかそうじゃないか。これはもう完璧に1回戦落ちたからだと思います。1回戦落ちて悔しくて、はいはい、残念。え、違うの。8月の29日に落ちてしまいまして、再エントリーをしようとした時に再エントリーから落ちて悔しくてつぶやいたツイートです。それはもうそれは1回戦落ちて悔しいのと同じ意味だろう。いや、1回戦落ちてちょっと違うんだ。ちょっと直後ではないから。直後はこれなんです。直後は切り替えますなんです。なんだこいつ切り替えますで受かるもんじゃねえだろ。そうです。まあちょっとまああんまりこう言うとね、はい、弟子だからね、はい、一応あれだけど俺は応援してるけど、はい、ネタ見せに来てたのよ、はい、どうやら俺は、はい、まああれで今までに比べたら良くなったよって褒めてたの、はい、今年漫才56号、はい、それで多分なんか妙な自信がやっぱり俺の中にあったみたいなんだよね、はい、今年は、はい、いけると、はい、でまあ正直その終わった後に言ってたもんね、うん、落ちた後にすごく悔しいですと、うん、はい、今だんだん悔しがる見たことなかったから、はいはい、ベスト3のあの動画に乗ると思ってましたって言ってたから、そのぐらい自信があったらしい。結構じゃあ受けたってことなんですね。あ、でも受けたんだったらね大したもんですよ、ね、切り替えますと。切り替えてください。文句言わせんもの作ってくれ、うん、ってことです、ね、やっぱり M1 の1回戦落ちた時のツイート見るのめっちゃ面白いな、はい、やっぱりやっぱりでもないな、なんかやっぱファンもいるからつぶやかないといけないんだよねってことなんでしょうね。やっぱりその言わないとってことなんでしょうね。そうなんだよね。はい、はい、じゃあ続いて、うん、こちらですね。はい、トントン拍子渡辺結婚式ですね、うん、はい、こちら2023年9月4日芸人の顔をしろと、まあ自分たちの自撮りの写真を、ああだから相方に対して芸人の顔を顔しろ、はい、飲み屋ですよね、まあ、9月4日ですよ ね、 ね、飲み屋で間違いなく M1 1回戦落ちたと言ったりして。なるほど、はい、残念チェンス。なんでだよこれ15時32分なんで、うん、よくご覧ってください。15時32分昼なんで結果発表待ちの時の顔です。こんなとこでこんな居酒屋で結果発表待ってんじゃねえよ。結果待ちなんですよこれは。はい、で落ちたんだよね。落ちた時はこちらになっております、うん、はい、ジェジェジェとなっております。ジェジェジェの使い方は間違えてるけどね。驚いたってことなんでしょうね。予想外の時に使う言葉ジェジェジェ想定内でしたけどね本当は。はい、まあ、でも、まあ、酔っ払ったんだろうな、まあ、そう、力いっぱいボケたっていうことですね。でもコンビ2人で居酒屋で待つんだな、うん、なんかそうですね、はい、なんか仲いいよね。仲いいですね、うん、このコンビはすごい仲いいです。いいな、普通そんな待たないよな、あの、普通のライブでも、うん、終わったすぐ2人で飲みに行く。あ、それはなんか2人だけで飲みに行く。それが売れるかどうかっていうのはまた別の話だけどまあいいことだよな。いいことですよ、なんかいい、まあ応援したくなるね。はい、わ、はい、かりました。さあ続いて第3問こちらです。ちょっと待って、誰、ウーデンガーデン武蔵。出たよ、はい、このチャンネルでね激イタ芸人として広めたって俺やってるんだけど武蔵は武蔵ね、はい、まあアイコンがまあね、いいですよね。ペットショップみたいなアイコンだからな本当に。8月30日ですね、忘れてた、俺は俺だ、武蔵は俺にしかできないんだと。まあここまでの流れ当てていいですか、はいはい、これはこういうことを普段つぶやいてるんです、はい、こいつは、はい、だから今回に関しては M1 回戦落ちじゃないです。正解です、おめでとうございます。さすがです。もう武蔵はもうさすがですよ、週一でこれはつぶやくだろこいつ。そうなんです、もう本当にナルシストなんでこんなことばっかりつぶやいてるんで、これはもう本当に M1 とか関係なく急に武蔵は俺にしかできないんだろうつぶやるだけの時です。武蔵だけで俺酒飲めるわでちなみにスイート酒作ってもらえる
ちなみに武蔵はですね、あの M1 回戦落ちたことをです。M1 回戦落ちたんでしょうね。落ちて何もつぶやいてません。で、ただ M1 回戦行く前につぶやいてますね。うん、今から行きます、はい。これがそうですね。武蔵の M1 回戦行く前ですね。さあこの日が来ました。気合十分すっきりして渋谷に向かう瞬間、ワイルディーなやつがいたから見せてあげるという。こういったこれです。この状態で。これはね本当に、うん、やっぱいいんですよ。はい。これなんです。なんだろうな。売れると思うよ武蔵。ここまでね、うん、突き抜けてるから本当にカジさんとかに引っかからないんだからアメトークのこいつなんかちょっと売れそうじゃない。だってこんなやつこんなやつ今までいなかったですよね。ハッシュタグワイルディ武蔵だってなんでそれ裏じゃないからねこいつマジでやってるだってこいつにもあった時にお前何なんだあのツイッターとかって言ってもさピンときてないんだもんですよね。え、はい、なんすかみたいなさ超ポジティブというかこれ言った瞬間に負けてるわけです。負けてつぶやかない。負けてつぶやかない。さすがですよ。さすがだね、武蔵は。すごいですよね。こんなだって武器を。逸材だな。逸材いましたか。かわいしみじみたいな。いいと思います。腕側で。素晴らしいですね。うん、さあ、じゃあもうラストです。こちらです。面白すぎます。で、爆弾世紀末。あ、落ちたの？藤崎くん。はい。私は小物だからいろいろ思っちゃう。こちらでございます。あれ、日付とか出てないな。ちょっと日付は。ちょっとヒントが弱いな。弱いな。弱いな。私は小物だからいろいろ思っちゃう。はい。これ、まあ関係ないでしょうね。あ、もうそうです。正解です。そうでしょ。今意味わかんないこれ申し訳ないです。これはですね、うん、新人大賞予選で落ちて、ムカついてこれ書いた。あの要するに他の芸人のネタがあれだろこの前のそうです桜田モンスターのネタがあまりにもだったのに対して自分が落ちてて、うん、悔しくて私はこの中いろいろ思っちゃうとっていうのが藤崎一回呼ぼうか藤崎呼ぼうか呼びますか藤崎はダメだわ、うん、で落ちて落ちて落ちた直後は直後私は小物だからいろいろ思っちゃうこれ落ちた直後落ちた直後あの、あの M1 は一回戦直後はツイートしてますツイートしてないんだ、はい、してませんだから、はい、あまりにも痛いやつっていうのは M1 の直後につぶやかないってことが分かりましたねそうなん傾向として傾向としてつぶやかないだからもう堀江だけなんですよやっぱつぶやちゃうのこれだけはこれちなみに堀江何でしたっけ堀江は堀江は一回戦落ちた時はつぶやいたのは切り替えますです抽選漏れてこれです文句言わせんものを作ってあるすごいねやっぱり堀江ってすごい、ね、堀江と武蔵だけでビッグダイナーもうなんかタイヤタイヤさせるか今度こんなこと分かんないけどこいつらってさ普段お笑いごととかやっぱり語ってんだろお酒飲みたい語ってるみたいですよ裏として笑ってるけど、はい、堀江が本当に売れた時にこれは表になるからね、うん、そうですね本当に野戦も、はい、作ってやるっつって作ったらもう、うん、全然裏ではなくなる、はい、わけだからね、はい、堀江そして武蔵、はい、そして藤崎僕らの時代今度その3人でよいしょ企画決定ですね、この企画決定でございますんで皆さんぜひお楽しみください以上ナイツ花輪会長の自由時間でしたその日会えない師匠方とかがあっていろんな話をしてっていうのがやっぱ入ってくるそこにどこまで大切さをこう思っていられるのか、まあ、意識の問題、ね、意識の問題がもう本当に予選落ちするぐらいだったら俺はもうちょっとあのやめた方がいいんじゃないかなっていうのは俺はずっと思ってるね多分走り方から体の作りって変えていかなきゃいけないんで、うん、そこはやっぱ悩みますよね